定育集は、新末、中華民国の女性革命家、政治家、弁護士、裁判官。別名は、ウ梅。夫は、中華民国の政治家、外交官である、義道名。関東に昇進案件、西郷屋下村で生まれた。父は、戸辺の官僚で、比較的裕福な家庭であった。定育集は、最初受学を学んだが、後に、 天津協会高市実女子学校に入学した。1905年、日本に留学し、留学中に、両中外の紹介で、中国同盟会に加入している。1911年に帰国すると、革命派による、傭人暗殺の任務に連絡員等として関わり、最初は、遠征外暗殺計画に加わった。しかし、1912年1月の結婚直前に、 同盟会北京文会の緊急の指示で中止し、標的を吉助に変更、その成功に貢献している。同年中に、定育集は、近郊見学で、フランスへ留学する。1914年、パリで法律を学び、後に、法学修士の学位を取得した。1919年、パリ講和会議に出席した中国代表団が、圧力に屈して、 ベルサイユ条約に調印するとの憶測が流れると、代表団の随員となっていた帝は、調印日前日の6月27日に、留学生たち数百人を組織して、主席代表陸自し、省の登留先を包囲し、断固たる調印拒否を呼びかけた。1925年、パリ大学法学博士の学位を取得したが、これは、中国史上初の女性博士とされる。 まもなく、北京政府から中央調査委員に任せられてしばらく、欧州に滞在後、同年中に帰国した。帰国後は、フランス留学時代の友人であった、義同名と共に、上海共同疎開で弁護士事務所を開設した。これも、中国史上初の女性弁護士の事例とされる。1926年に、南方政府派の大学教授、洋教仏が、 上海当局に逮捕された際には、帝が、その庇護を担当し、釈放にこぎつけた。中国国民党では、反共派の立場を取り、同年4月、西山会議派で、党、第2期中央観察委員候補に選出されている。1927年4月、帝育州は、チャンス省政務委員会委員となり、年末には、フランス疎開。 第二位特別法院委員長に任せられた。さらに、上海法政大学校長も兼ねている。同年8月、義同盟と結婚した。翌1928年、国民政府により、中央特使として派遣され、特に中国とフランスとの修行事務に関わっている。同年中に帰国し、11月には、立法院立法委員に任命された。この際に帝は、 民法編纂委員にも任せられ、起草に携わった民法草案において女性の権利を保護する条文を多く提案している。以後も定育州は建設委員会委員や賑やか蔡委員会委員などを歴任し、日中戦争勃発後は教育部次長も兼ねた。1942年、夫の義同盟が中米大使に任せられたため、これに随行してアメリカに渡る。 1943年には、各国演歌会名誉主席となった。戦後は、義と共に帰国し、帝は、立法委員を務めた。義が、台湾省政府主席を辞した1948年末に、夫婦で、ブラジルに移住する。しかし、商売の失敗等もあり、後に、アメリカに渡った。晩年の帝は、ガンとの闘病などで苦境にあったとされる。 1959年12月16日、ロサンゼルスにて死去。去年69。ありがとうございます。